稲妻イレブンでピンチになったらよく言う言葉が、なんとかなるさ。いやいやいや、なんとかならんわお前。いやいや、お前こんな炎が飛んできたりとか、お前サメに食われそうになったりとか、なんとかならんわお前。ほざけんな。あのね、ワイルドダンクやばい。だってお前手のひらを地面にパッてつけただけで、この手のひらの30倍以上でっかい穴が開くとよ。お前そんな、さすがにお前ワイルドダンク。どこに穴が開いた？あのね、稲妻イレブンって基本的に戦う順番がおかしい。だってお前最初に日本一決定戦でお前神様と戦って、でその次お前宇宙人と戦って、でその次世界中の人と戦う。お前普通逆やろ。お前どうなってんねん。メガネクラッシュ神説。お前なぜかっていうと、お前ドラゴンクラッシュのボールを、あんなに速いボールを頭でメガネクラッシュって言うんだから、顔面でボーンってやんだぞ。お前それ普通の人がやったらお前死ぬよ。俺なんかただでさえお前ボール高く上がったやつをヘディングするだけで痛いのに、お前そんなメガネクラッシュなんて、お前